ちは。こんにちは。豊さん、はい、今シーズン非常にいい成績を収めているな、はい、ここまでというピッチャー挙げる一人といえばやっぱり巨人の菅野投手。いいですよね。まあ、現在なんですけれども9勝をしていて防御率が 2.00、 登板は15登板しているんですけれども、去年がやっぱ4勝しかできなかったというところから見てもやっぱり今年っていうのは非常に飛躍の年になっているのかな。やっぱ器用だな。まあ、昨年あんまり良くなくて、はい、その前はどういうピッチャーだった？印象的には印象的にはまずフォームをいろいろいじったりとかして、まあ、あんまり球速いってないなとか。でもパワー系のピッチャーだったでしょ、どちらかというと、はい、ああそうか、そうか、もうなんかこうグッグッと押してくるっていう、うんうん、今年の場合は押すことも多少できるけど、うん、引くこともできるよね、うん、だこれはやっぱ小林効果だと思うよ。久々にコンビを、だって小林と会話をしてるもん、うん、あの菅野が。だから表情豊かでしょ今年は。はい、ね、うん、だからそれはやっぱ小林のリードに対して納得もしてるし、うん、いやそれ大丈夫みたいな、うん、さ小林見たら大丈夫おいでって、うん、いうような会話ができてるよね。だからこれはね精神的にすごく安定してストレスなく投げられてるなっていう、うん、感じがする。それと打たれた時にはリードが悪いんじゃなくて自分の球が甘かったとか、はい、弱かったとか、うん、そういうところで自分のせいにできるっていうところが納得する部分なんじゃない、本人が。いやここでやっぱこうじゃなかっただろうみたいな、うん、なんか相手のことを少し攻撃しながらもなんで自分でそれを否定しなかったのかっていうことを悔やんで投げてる感じが全くないんだよね、はい。うん、だから小林のリードっていうのは俺はまあ好調の原因を支えてると思う、うん、あと菅野投手っていうと本当に完璧主義者でやっぱ納得いかないと顔にも出たりとかするか。いやだから小林と組んだら完璧主義者じゃないんだよ、うん、大丈夫ここで大丈夫だからおいでって、うんうんうん、これ完璧じゃないかもわからないけども、うん、そう思うんだとボールにしなさいよみたいな、うんうんうん、そういう会話が、でもここで次を完璧にいこうよみたいな、うん、そういうね組み立てとかがねすっごくうまくいってると思うんだよ、ね、相性がやっぱりいいんですね。それとやっぱね小林がうまいって思うのは軸になるボールを探すのが早い。あそれはもう 何イニング目とか何回目とか。いやもうね立ち上がりからこう投げてきて、うん、2回にはだいたいあこれを軸にしていこうっていうのが決まるな。へだこの前でも完封するなんて思ってなかった最初立ち上がり、うん、そんなにいいとは思わなかったから、はい、でも変化球を軸に、うん、左はカット、うちの右にはツーシーム、うん、ボール気味でもいいからおいでって、これを見せることによって、うん、こっちがいけるし落ちるボールが投げれるよみたいな感じだもんリードが、はい、だからストライク取ったらもうストライク取ったのねみたいな感じ、うんうんうん、取ったけどダメだったみたいな菅野が、うん、そんな会話をしながら投げてるような感じがするんだよ。いいコンビネーション。いや本当にいいコンビネーションだし、うん、やっぱね悲壮感がない。これ何回も小林に言うけど、うん、悲壮感がないから、はい、もうね、うん、バタバタしないんだよ。もう常になんかピンチになったら、そうそういや、うん、大丈夫だから、うん、任せて大丈夫大丈夫、うん、でお前と俺だから大丈夫だよみたいな、うん、こう雰囲気が出るんだよ。だから本当にいい奥さんですよね、女房ですよね。もう私にもうついてきなさいみたいな感じだよ。乗せて乗せてっていう旦那さんを。素晴らしい。あと多分その時のヒーローインタビューで3年ぶりの完封をした時に本人的にはその3回ぐらいで今日はもうダメだと、もう今日ちょっと良くないな、いやだから立ち上がり悪かった、俺も悪く見えたんだから。やっぱそうだったんですよ、うん、そこを完封させちゃったってことはやっぱ小林選手のやっぱりこう引き出しだった。いやそれはねやっぱね菅野もすごいよ、うん、やっぱ要求通りに低めに投げようとしたら投げるもん。その技術がそうですよね。いやだからこれで本当大丈夫って大丈夫だからみたいな、うん、こっちに印象付けてるから大丈夫、こっちここに落としたらもう大丈夫だみたいなもうそんな感じだもん。そうですねこれまでは大城選手だったりっていうところが何年かも続いてたと思うんですけれども、そしてそのやっぱり阿部監督はもう一貫して絶対に菅野投手の時には小林選手っていうふうにもう、まあね、決め打ちというか最初からでしたよね、うん、まあいいコンビだよな、うん、ただ大城のリードはね俺はね決して悪いとは思わない、うん、ただ顔も知らず雰囲気がやっぱ小林と大城では違うということ、うんうんうん、
なんか余裕というでね、学校の先輩でもあるわけじゃない、はい、大城は。だからやっぱりそういうね、だから先輩みたいな、そういうのもあるんだと思うよ、菅野投手に対して、うん、でも小林っても同級生とか、はい、まあ、そういう感じじゃない、うん、まあ、そうなってくると、いいよ俺に任しとけみたいなことは言えるじゃない、うん、でも後輩の大城がさ、俺に任しとけみたいな、うん、言ったらお前に任せられるかボケ言うて言われるのが関の山だからさ、はいはい、いやだから醸し出す雰囲気は全く違うんだ。でも大城は大城でやっぱりいいリードもするときあるしね、はい、だからそれは俺も否定はしないけども、うん、でもより以上にやっぱ小林と菅野はいい具合に名コンビだな。そうですよね、安清みたいな感じだな、昔で言う、あ、漫才、まあ、多分知らないと思うけど、はい、今だったら千鳥みたいな。ああ、どっちがどっちですか。まあどっちでもいいんだよ、はい、まあそうだな、多分ノブさんが小林選手だと思いますね。大悟さんが菅野投手、そ、ね、うん、まあ、そんな感じだと思うよ俺は。そうなんか、だからすごく味があるというか、はい、面白いというか。ただその菅野投手、ここ数年っていろんなことで苦しんでいて、特にフォーム、ピッチングフォームも、例えばあのソフトボールの、あの上野選手に聞きに行って取り入れたりとか、また直したりとか、本当にいろんな試行錯誤してたなって、まあね、うん、まあ、多分こう変換期だったと思うんだよ、うん、やっぱ変わらなきゃいけない時期だったと思うんだよ、ね、はい、これをやっぱ小林がよく見てんな、菅野ずっと見てたんでしょうね。あのね、やっぱね、まっすぐでもう押せないし、うん、どのボールにもパワーがあるっていうことではない、だそれを踏まえて、まあ、まっすぐを見せながら変化球で仕留めていく、うんうん、それで9回にはその余力があるのか分かんないけども、まっすぐ投げた時に150キロドーンと投げるわけだから、はい、余力を持たせながら投げさせてるっていうところがいいよな。これ例えば別に大城選手とかじゃなくて小林捕手でなければ、またもちろん全然違う要求の仕方とか、ここまで活かせてない可能性って十分あるわけですよね。まあ、それはもちろんそうだね。それはもう自分で菅野が考えなきゃいけない、うん、でも小林が考えてくれるから、うんうん、菅野のスタミナまで多分すごい逆算してるんでしょうね、うん、いやだからすごいやっぱりいいキャッチャーだなって思うね。あとベンチ戻った時もどうなんでしょう、2人で話したり。これは菅野の話だよな、はい、うん、なんか小林選手がちょっと、ね、いやでも、まあ、でもやっぱね、うん、その要求に応えられる菅野も、うん、やっぱ器用なピッチャーだなと思うよね。いやそうですよね、ここでここはボールだよって、うん、でボールになる、うん、ここはストライクだよってストライクです、うん、ここは振らしてファール取りたいなって、うん、フライしてファウルを取る、うん、だそういうことが分かってんだよ、ね、で菅野もそこに投げれるという、調子が悪くても、うんうん、ボールは強くなくても、はい、でファウルを取った時にここちょっと力入れてくるかみたいな、うんうんうん、で力入れたら甘くなっちゃうんだけどね、うん、ね、そしたらそ、ね、それでも小林は怒らない。あ、そうですよ、いいよいいよっていう感じですもん、ね、まあ、いいよいいよ、じゃあこれ見せたから、うん、甘いボール、うん、こっち行こうみたいな、うん、まあ、だからそれに応えられる菅野がまた素晴らしいし、本当になんか二人三脚というか、まあ、まあそうだ ね、お互いに なくてはならない存在ということですよね。そうだな、もう二人三脚で徒競走したら、うん、多分日本一じゃない、うん、多分ナンバーワンでしょうね、はい、でも小林が足遅いからなでも菅野投手も多分遅い、いや菅野は多分早いと思う。早いですかね。いや早いと思う。いやだけど今年小林は遅いぞでも菅野投手が投げるじゃないですか、小林選手が打ったりするんですよ、またまたね、うん、どこよりエンドランだしあの監督が小林選手ですよね。それをまた決めるんだよ、すごいですね。やっぱね、信用して使ってあげると、やっぱ人はそれに、うん、期待に応えてくれるんだなと思う。そうですね、だから打てない打てないじゃなくて、うん、打たせるように持っていってるから小林選手ですよね、あの阿部監督が、うん、だからそこら辺はうまいなと思うよ。ですよね。プラスアルファ、その例えばリードだったりとか、その振る舞いを見た岸田選手が、今岸田選手マスクかぶるの一番多いと思うんですけれども、その成長というかそういうのもありますよね、きっとあの二人のコンビの。いやそれはもちろんあるよ、うん、もちろん、まあ、小林をずっと見てきてるわけだし、うん、岸田もね、練習するんだっていつも横にいてくれて、はい、みたいな、うん、会話もするだろうし、うん、それは勉強になってる。でも菅野の話だよ。そうでしたね確かにそうでしたよね、菅野投手の話ですけど、ね、あとは
はやっぱりその才木投手が今シーズン非常にやっぱり今度ピッチャー変えたの変えました、はい、阪神の才木投手がやっぱりすごく今年調子が良くて、まあ、去年は村上投手だったんですけども今年はやっぱり才木投手が引っ張ってると言っても過言ではない、まあ、一つのやっぱり自信だよね、うんまあ、自信があるからやっぱり粘れるんだろうなその、まあ、自信というか今シーズン本当に最初からいいなっていうのは見受けられるんですけどそれはトミー・ジョンやっぱ球の力もあるし、まあ、トミー・ジョンをやる、うんまあ、その肘 の、ね、あの不安がなくなったとか、はいまあ、そういうことももちろんあるけども、うん、やっぱ投げてるボールも強いし、はい、勝ち星がついてきてるから、うんうん、やっぱ自信にはなってるよねその地震から来るやっぱこうマウンドさばきプレートさばきっていうのがあって絶対打たれないという、うんそういう自信があるんだろうね、はい、だからそこら辺がうまくこう機能してるという、うん、ただやっぱ性格的に彼はやっぱ粘り強いんだろうね粘り強いだから練習しても粘り強くコツコツ同じことをずっと続けられるタイプかなっていうような、うんまあ、想像するけどね、はいまあ、違ったら阪神の選手、ね、見てたら教えてほしいだどうなったあ全然違いますよ練習全然ですよ全然ですよってああもういい加減なやつですよってただマウンドだ、ね、言うかもわかんないけど、うんまあ、だけど俺が想像するのはやっぱねコツコツちっちゃなことでも、うん、丁寧に積み上げてきてるのかなっていうのは感じがするあのピッチングを見てると大量失点とか今シーズン見てないですもんね、うん、見てないよねそうなんですだからもうバン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 もう初回からどんどん押して押してっていく日もあれば本当に打たれるんだけど要所で抑えて粘り強いピッチングって日もあったりとかそれでも勝つというか抑えたりしてますもんね、まあ、そうだねだから最近見てるとまっすぐとフォークのピッチャー、うんスライダーもあるだろうし、ね、他の球種もカーブもあるだろうけども印象残ってるのはまっすぐとフォークだよね、うん、この2種類でほぼ抑えていってるっていうのはさ、うん、もう抑えのピッチャーが1イニング限定で投げてきてるのをずっとつなげてきてるっていうような感じがするんだよなるほどだからそれだけやっぱりこのまっすぐの質とかね、うん、フォークの質っていうのがいいんだろうなっていうのと、うん、キャッチャーもやっぱ強気にいくよね、うんまあ、その時にやっぱこう怖がらないで向かっていく才木の気の強さとやっぱこうコントロールをこう間違えない粘り強さ、うんまあ、そういうものがこうあるなっていうの感じがするねあとメンタルも本当に強そうというか、まあ、あのお立ち台立っても面白いですしなああんないやだからあれだけやっぱこう面白く、うんまあ、喋れるまた野手のこともいじれるっていうことは、うんうんポジティブなんだろうな、うん、気持ちがなメンタルそうだと思いますなあ、うん、いやだからいい結果を引き寄せてるっていうようなことも感じられるしな、うん、だから全く悲壮感もないですしそうだな、うん、本当にいいピッチャーだなと思うよどうですか才木投手、まあ、今シーズン非常にいいですけれども来シーズン2年3年4年どん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 いいピッチャーにはさらに成長していきそうなっていう感じはしますかしてくれなきゃ困るし、うんまあ、そうなっていくんだろうけど、はいただやっぱ疲れを取らないと1シーズンの疲れ肩の疲れだったりだとかね、まあ、そういう、こうトレーニングだとかそういうことをしてほしいよなそうですねやっぱね阪神人気者だからさあオフねその時間を取られる確率っていうのも高くある、はい、そうじゃなくてやっぱり野球をやりたいんだったら、うん、でメジャーっていうことに行きたいんだったら、うん、やっぱそういう時間を絶対作ってほしいよ確か自分の、ね、ケアの時間に当ててほしいですよ、ね、そうテレビに呼ばれることがスターじゃなくて、うん、マウンドで輝いてることがスターだからさ、うんうんね、でテレビでちょっと出るお金よりも、うん、マウンドで一生するお金の方が価値あるし、うん、みんなを喜ばせるから、うんうんね、だからそこら辺は間違えないで、うんまあ、やってほしいし、まあ、阪神のもう宝だよ今そうなってますね、うん、岡田さんのもう孫だよ完全にね、いや孫ぐらい可愛いと思うよ、ね、いやじゃないとさお前最近いなかったら大変なことになってたんだから確かにもっと順位がねってなってたんですよねいやそうだよ、うん、いやだから本当に森藤が言うようにこれからやっていけますかねじゃなくて、うん、そうやるためにも、うん、やっぱこう
まずは疲れを取ること、うん、そういうのはどうしたらいいのかっていうことをやっぱ勉強しながら、はい、まあ、努力を重ねていってほしいなと思う。そうですね。ちなみに才木投手ってあれなんですか、結構首振ったりとかするんですか、それとも結構キャッチャーの、まあ、振ることもあるけども、うん、ほとんどやっぱキャッチャーに任せてるっていうところはあるよね。そうかそうか、うん、まあ、球種もそんなに多くないしね、うんうん、だから、まあ、それはもうキャッチャーがここって言ったら、うん、よしみたいな、うん、まあ、そういう阿吽の呼吸はあると思う。まあ、今回はね、あの巨人の菅野投手、そしてちょこっと阪神の才木投手の話題に触れましたけれども、菅野投手は、まあ、いわゆる復活というか、また輝き始めた、才木投手は今シーズン輝いているっていう、こう2人のこう、なんでしょう、対照的ではないですけれども、いいピッチャーというか、味があるピッチャーと、力があるピッチャー、うんうん、まあ、さらに力があるのは高橋宏斗だ、ね、そうですね、もうそこ言っちゃうと無双もうね、これもう、なんていうの、うん、あのヒーローインタビューとかも味あるな、この子は、うん、そうですね、若いけど、そうなんですよね、若いから、まあ、機会があったらね、うん、時間を取って喋りたいと思うんですな。そうですね、はい、はい。